マーシャル・ヤンダー・ヨーア州、シーダー・ラピッツ出身の元アメリカンフットボール選手。2007年シーズンから2019年シーズンまで NFL のボルチモア・レイブンズに所属していた。現役時代のポジションはオフェンシブ・ライン・マン、ガードとタックルのそれぞれで起用されていた。現役時代をレイブンズ一筋で過ごしたフランチャイズプレイヤーであった。シーダー・ラピッツで生まれた彼は、 郊外にあるアナモサで育った。高校時代はアメリカンフットボールだけでなくバスケットボールや陸上競技でも活躍した。地元アイオワ大学への進学を希望していたが高校でトラブルを起こしてしまったことからアイオワ州メイソンシティにあるノースアイオワエリアコミュニティカレッジへ進学した。2年間をコミュニティカレッジで過ごした後アイオワ大学へ転校。ちょうどアイオワ大学が オフェンスラインマンを必要としていたこともあり、彼はプレーする機会を得られた。2005年、最初の4試合で左ガードとして先発、その後右タックルとして先発出場した。2006年も右タックルとして先発出場、シーズン最後の6試合中5試合は左タックルとして先発出場した。この年彼はチーム MVP に選ばれ、 ビッグ転換カンファレンスのセカンドチームにも選ばれた。2007年の NFL ドラフト3巡でボルチモア・レイブンズに指名した。レイブンズは彼を指名する際に4巡、5巡、6巡をトレードしてトレードアップして彼を指名した。ミニキャンプでは左右のタックルの控えを務めた。同年7月、レイブンズと3年契約を結んだ。 9月14日のシンシナティベンガルズとの開幕戦で左タックルのジョナサン・オグデンが負傷したことから右タックルから左タックルに移ったアダム・テリーの代わりに右タックルとして途中出場した。この年全16試合に出場し12試合では右タックルとして先発出場した。2008年右ガードとして先発出場したが5試合目の インディアナポリス・コルツ戦で膝を負傷し、故障者リスト入りした。2009年、怪我から復帰した彼は、チーム史上2位となる5619ヤードを、トータルで獲得したオフェンスを支え、プレーオフにも初出場した。2010年、トレーニングキャンプで、ジャレット・ゲイサーが、シーズン絶望となったことから、右タックルで、全16試合及びプレーオフ2試合で、先発出場した。 スポーツイラストレーテッドのピーター・キングからはオールプロに選ばれた。2011年7月26日に5年3200万ドルで契約延長を果たした。この年、右ガードに戻り、全16試合で先発出場し、オールプロセカンドチームに選ばれた。チームは AFC チャンピオンシップゲームでニューイングランドペイトリオッツに20から23で敗れ、スーパーボールまで、 あと一歩のところで敗れた。2012年、プロボール、オールプロセカンドチームに選ばれる活躍を見せて、チームの第47回スーパーボール優勝に貢献した。2013年、3度目のプロボールに選出された。2017年は、9月に怪我を追いシーズンの大半を棒に振ることとなったが、 このシーズンを除いた2011年から2019年シーズンまで毎年プロボールに選出された。2020年3月に現役引退を表明した。パスプロテクション、ランブロックのそれぞれで優れている。ありがとうございます。